学校一の超絶美少女と二次元を愛する超絶オタク。ちょっとあなた万引きしたでしょ。してないです。万引きだけです。関わるはずのなかった彼に、こいつじゃありません。恋をした。ツッツン、私と付き合って。彼女です。一緒にご飯を食べる、デートする。身分が違いすぎるでしょ。あとは、もうダメだ、耐えきれない。まるで無限地獄だ。美女とオタクの大純愛スペクタクル、映画 3D 彼女リアルガール、9月14日公開。皆さんこんにちは。今回魔法少女エゾミチの声を務めました神田沙耶香です。遅刻だ、エゾミチは二次元にしか興味がないズッツンの心の支え。映画の重要なシーンでたびたび登場します。ご迷惑をおかけしております。遅刻か。そんなエゾミチのダベサという北海道弁を彷彿とさせる喋り方がとっても可愛いんですよ。帰ってハードディスクに溜まったアニメを見るべさ。今週展開すごいぞ。ああ、万引きジェイク、リアルに関わるからこうなるべさ。おお、万引き JK、 万引き JK。 実際になんかアフレコしてみても、こう画面からニュッと出てくる、誰もが一度はきっと妄想したであろうあのシチュエーションをなんか自分が実現できるっていう、自分の声を、そこでなんかこう実現できるっていうのがすごい嬉しかったですね。筒井くんとスムーズに本当にそばに隣にいるように、すごくは友人関係というか、とてもこう仲の良い感じで、そのテンポ感も守れながら喋れたかなと思って。おい、そこのオタ。エゾミチの相棒はオタク高校生ツッツン。実は私このキャラクターが大好きなんです。ほら、いない。最高じゃないですか。むしろ本当にすごく社交的な人も私あんまり得意じゃないというか、どっちかっていうと多分いろはちゃんとツッツンだったらツッツンの方が近いんですよ多分私。だから実際に本当にあのまんまでいいです。ぜひ友達になりたいです。あ、それですかね。自分となんかこう結構属性が似てたから喋りやすかったのか。あ、今わかりました。実写とアニメーションの掛け合いのシーン、ツッツンを演じた佐野勇斗さんも初めての体験だったといいます。こんなことなかなかないので、どうなのかなと思ったんですけど、実際に耳にワイヤレスのイヤホンつけてやってたんですけど、そこで聞こえてくる声と本当に会話できたので、一人でやってるっていうよりは本当に二人でやってるっていう感覚になれるので、なんか全然やりにくさとかはあまり感じなかったですね。ピーポーピーポーピーポー。おーい、三次元リアル美少女と二次元オタクの笑って泣いてキュンとするラブストーリー、その見どころは。改めましてエゾミチ役の神田沙耶香です。皆さんきっと原作好きだった方もいっぱいいらっしゃると思いますし、ついに 3D 彼女リアルガールが実写化なのっていう風に盛り上がっていらっしゃるところだと思います。実際私もエゾミチとしてなんかその2人の恋路っていうのをこうからかいつつ見守れてたらいいなっていう風に思います。ここも早く皆さんの目に届くところに行きますように。私もすごく公開を楽しみにしているので、ぜひ楽しみにしててください。映画 3D 彼女リアルガール、ぜひ劇場へ。